日本群馬県桐生市、宮本町宮本町は、群馬県桐生市の町名である。1丁目から4丁目と番地のみで構成される。面積は2.18平方キロメートル。郵便番号は376-0056。桐生市の中部、東ず山のふもとに位置する。永楽町、小曽根町とともに桐生市第9区に属する。東北部は、平井町に、東部は、 西久方町に、東南部は本町に、南部は永楽町に、西南部は小曽根町に、西部は堤町に、西北部は川内町に、北部は梅田町にそれぞれ接する。西に水道山、西北に、東山、東北に、物見山がそびえ、三方山に囲まれている。水道山公園、東公園、気流が、 岡公園など丘陵地を利用した公園が多い。山手通りを境に、南が1丁目、北が2.3、4丁目となっている。2丁目の三和神社、西宮神社は、11月の気流恵比寿港で知られ、県内外から多くの参傾者が集まる。かつての村松村の一部にあたる。1873年に、今泉村、堤村、元宿村、 村松村が合併して、安楽戸村となる。1889年の町村正志向により、紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井が合併して、紀流町が発足、安楽戸村は紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され、現在の町名である。 宮本町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。山手通りが通過している。三輪神社及び西宮神社の鳥居。ありがとうございます。